ボタンは東京都千代田区神田須田町にある明治時代に創業の鳥のすき焼き専門店。1897年頃現在地に鳥すきの専門店として創業した。1929年現在の木造の建物を建造した。その後年代は不詳だが木造の建物の改修工事と一部を鉄筋コンクリート作りに建て替えた。2001年には 東京都の歴史的建造物に選定され、今日に至っている。建設年から1929年、設計者不詳、構造規模木造一部鉄筋コンクリート造り3階、概要玄関の格式高い式台が通りすがりに見える。入りも屋造りで一部改修されているが建設当時の界隈の雰囲気をよく伝えている。江戸の真ん中、津田町角から右に横丁を入ると、 神田の食章振動で、名高い連着町である。この振動の入り口で小粋な門構えのボタンと小畑を出した鳥専門の店がある。年がら年中朝から晩まで客の絶いたことがない。細長い入り口を敷石図体に入ると、数室の小座敷がある。この女中は一風変わって、筒袖姿で海外しく働いて、修理などは決して欲しがらないので、 世辞よくうまい鳥で、ご飯を食って飲んでもバカげたほど安く食いるのだから、繁盛するのは最もである。産婦及び、近郊名所名物案内日本名所案内者、大正7年8月5日、ありがとうございます。